気がついたら今僕はここにいた。前回の動画でね、紹介しなかったね、時刻表を紹介しましたけどね、今回はちょっとだいぶ経ってですね、バスに乗っているんですけども、ですね、安田町、高知県でございます。四国でございます。自転車でですね、安田町というところに入ったところから動画が始まります。太平洋沿いでございますね。室戸岬からちょっと高知県の高知市の方に向かったところでございます。でですね、バス停でバスを待ってる間に近くのお店でね、太巻きなんか買ったりなんかしてですね、海を見ながら休憩しておりましたね。気がついたら今僕はここにいた。お前さん、くさ飯食っとるか。食っとるよ。おいしい紅茶と海苔巻き、海苔巻きの旅ですね。のの字を巻いた海苔巻きでございます。海のバス停。そして今度は下の方の時刻表ね、あのバスに乗って10時に48分発かな、安田町からね、内陸の方に登っていきます。次は安田農協前、次は西島第二。天気は良かったんですよね。坂道を登るときはバスに乗る、下るときは自転車。まあでもね、ちょっとね、予想外のことが起きたんですけどね。そして馬地村、馬地村っていうところに入って、そして引き返していきます。ゆずのね、村なんですね。ちょうどね、この辺で降りたんですよね、馬地に入ったところでね。乗っていたバスが去っていっていきます。反対方向に戻っていきます。安田町にまた入っていきます。そしてね、途中の道がですね、通行止めでね、峠越えをね、しなければいけなくなっちゃうんですよね。バスはね、建設中のトンネルをくぐっていたんで、ちょっと怪しいなと思っていたんですけどね、雨の影響で土砂崩れがあって、通行止めのところがあってですね、バスはトンネルを、建設中のトンネルを通ったんですけども、僕は峠越えをしていたんですね。